ブーさんこんにちはこんにちは以前はお話を聞いてくださり本当にありがとうございましたいいえあーあのなんかあのなんだっけうーんとなんかあのでな,なんだっけ人人なんかちょうど今日上がった動画じゃないなんかあのなんだっけ えっと、人と話すのが苦手っていう動画あったじゃないですか。多分その、その人だと思うんですけど。えー、早速、次の日から毎回出勤時にアーカイブを何度も拝見して、背筋を伸ばすこと、えー、視線を前に向けること、発声を意識して仕事に向かうことにしていますと。ねえ、 まだまだに意識しないとすぐに姿勢も視線も元通りになってしまいますが、プーさんとのアーカイブを見るとネガティブな感情が和らい、和らいで、えー、少しずつではありますが、インカムで話すときや、他のスタッフに話しかけるときに、以前のような不,満不安なば、不安ばかりな気持ちではなく、前向きな気持ちで話すことができています。すごいじゃん。すごいじゃん。 うん、昨日は朝礼前に他のスタッフから話しかけていただき、緊張しましたが、相手の目を見てしっかりお話しすることができ、本当に嬉しかったので、ご報告したくて LINE しました。すごいじゃん。すごいじゃん。お忙しいところ聞いてください。本当に感謝しています。これからもずっと応援してます。ありがとうございます。すごいじゃん。よくできました。うん、素晴らしいーじゃないですか。素晴らしいーと思いますけれども。はい。っていうね。いや、でも本当、そうよ。 本当に。あのー、背筋一つ、こう、しょっとこう伸ばすだけでもね、全然違ったりするんで。うん。いや、でも本当に、あのー、素晴らしい。本当にそんな、そんなたったさ、ほんの、ほんのちょっとの違いじゃん。そう。で、それで、ね、今まで話しかけられることもなかったのに、それを意識してからね、あのー、話しかけてももらえたし。おん。ね、だから素晴らしくないですかっていう。そう。本当ほんの、そのね、ほんとちょっとなんよ。 ほんとちょっとそこを変えるか変えられないかっていうね。うん、そう。その本当にたった本当に、数、数ミリ数、数センチ数ミリのね、あの、一歩を踏み出すだけで。 あの、世界がガラッと変わるんでね。はい。なので、あのー、ちっちゃなことかもしれないですけど、その小さいことを積み重ねていくことによって、あの、大きなものになっていくんでね。はい。なので、この、この、今回のこの成功体験というか、あのー、これをね、忘れないようにしていただきたいなと、ええー、私は思いますんで、はい。というね、ことでございます。なので、これからも頑張ってください。はい。ということでございました。ええー、好転したならよかったです。やっぱり、 俺のアドバイスは素晴らしいですね。